ジョー・シーウェルは、アメリカ合衆国アラバマ州、テトス生まれのメジャーリーグ選手。1920年代から1930年代に活躍し、メジャーリーグ史上最高のコンタクトヒッターと言われる。1920年にサザンリーグのニューオーリンズからクリーブランド・インディアンスに入団する。野球一家であり、弟のルーク・シーウェルとトミー・シーウェル、いとこのリップ・シーウェルも後にメジャーリーグの選手になっている。シーウェルは、この年に頭部への刺球の事故によって急逝した、遊撃手のレイ・チャップマンの後釜を任されることになった。22試合で70打数23安打、329の成績を残す。翌1921年からインディアンスのレギュラーに定着、打撃面でもコンスタントに3割をマークする打者になった。1923年には打率353と109打点を上げる活躍をし、翌1924年はリーグ最多の45二塁打と106打点を記録した。インディアンスには1930年まで計11年在籍したが、打率が3割を切ったシーズンは2回しかなかった。一方で1923年以降は毎年全試合出場を続け、1930年までに当時最長となる1103試合の連続出場の記録を作ったが、1930年シーズン途中にニューヨークヤンキースに放出され、連続試合出場の記録は途絶えてしまう。三振の少なさもシーウェルの特徴だった。特に1925年以降、毎年100試合以上出場しながら1シーズンの三振数が10未満という少なさだった。1929年シーズンには115試合、無三振というメジャーリーグ記録を作り、ヤンキースでワールドシリーズに出場した1932年は、打数503に対して、わずか3三振しかしなかった。1933年オフに、ヤンキースから放出され、34歳でメジャーリーグから引退した。1977年に、ベテランズ委員会により、アメリカ野球殿堂入りを果たす。1990年にアラバマ州モービルで死去。満91歳没。抜群のミートのうまさからバットを折られることがなく、14年の現役生活を絶った一本のバットで乗り切った話が有名である。このバットは入団の際、当時のインディアンスの一塁手だったジョージ・バーンズからもらったもので、シーウェルはこのバットにブラック・ベッツィと名前をつけ、日頃からコーラの瓶と紙タバコで入念に手入れをしていたそうである。ありがとうございます。